皆さんこんにちは。今日はフグちゃんのことでお願いがあります。今うちで飼育している拾ってきたフグちゃんたちですが、いつも大きなフグちゃん、小さなフグちゃんとしか呼んでいませんでしたが、より愛情を持って飼育するためにこの度名前を募集したいと思います。自分で決めようかなとも思ったんですが、せっかくならいつも見ていただいている視聴者の方に決めていただきたいなと思い、今回募集をしたいと思います。皆さんぜひフグちゃんたちの名付け親になってください。やり方は簡単で、この動画のコメント欄に考えていただいた名前を書き込んでください。フグちゃんは2匹いるので2匹とも考えてくれると嬉しいです。今まで特に名前の募集はしていなかったんですが、すでに他の動画のコメント欄にいただいているものもあるので、それと合わせて一番気に入ったものを来週あたりにでも発表したいと思います。ちなみに YouTube の仕様で過激な名前などは自動的に表示されないようになっているので注意してください。名前決めの参考に軽くご紹介すると、岩場に捨てられていた初期メンバーが大きなフグちゃんで、漁港で釣り針が刺さったままだったフグちゃんが小さい方です。見事採用させていただいた方には、特にこれといってお礼とかは考えてないんですけど、圧倒的な感謝と、いつかお会いした時にスタバでもおごらせてください。そういえばフグちゃんたち、今まで生き餌と呼ばれる生きた餌しか食べなかったんですが、人工飼料も食べるようになりました。まだ大きなフグちゃんしか食べませんが、クリルという乾燥したエビを食べます。カメラを向けるとね、食べてくれないのでまだ映像はないんですが、次回までには頑張って撮影してきますね。それでは今回の動画は短いですが、ぜひたくさんの名前のアイデアお待ちしております。来週は名前の発表とフグちゃんたちに面白い餌を与えたいと思いますので、そちらも楽しみに待っていてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。